はい、どうも、時間的には、こんばんは、うすくしょうでございます。時はですね、令和元年の10月24日、今ちょっと撮影してるんですけれどもね、昨日の10月23日の話でございますけれども、なんとですね、僕のチャンネル登録者数が500人を突破いたしました。ありがとうございます、ありがとうございます。なんか別に言うこともないんですけども、結構テンションが上がっております。はい、本当にいつも見ていている、いつも見てくださっている皆様、チャンネル登録してくださっている皆様は、まあ、もちろん当たり前のことですけれどもね、その裏で僕のネタ提供っていうか、撮影してを許してくださる鉄道やバスの従業員の皆様、その他車両や整備をしている保線作業員の皆様、またバス車両、鉄道車両を作っている工場の皆様、本当にありがとうございます。なんかもうね、ここまで来ると、だ神にも、僕を産んでくれた親や神にも感謝の意を述べなければならないという、かなり時間がかかるあれでございます。もう本当に、僕に言っても本当に感謝、ありがとうございます、ありがとうございますと、これだけなんで、はい。まあ、ちなみに余談ですけども、500人を記念して、ちょっと質問コーナーでもやろうかなと思いまして、よくやってるじゃないですか、はい、やろっかなと思っております。はい、それだけです。まあ、あれです、質問コーナーの話に通じては、まあ、後日決まり次第お話しようと思います。反対意見がなかったらやります。ただ反対意見が多かったらやりません。はい、まあ、詳しい話はまた後日ということになります。まあ、本当に500人ありがとうございました。てか、ありがとうございます。以上です。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい。